第8回目のフィンガーピッキングアカデミー。今回はフィンガーピッキングでジャズにチャレンジしましょう。簡単なコードを覚えるだけでおしゃれなソロギターが弾けるような内容にしました。まずはフライミートゥーザムーンに出てくるコードを覚えましょう。 Am は人差し指で部分制覇して中指を重ねるようにベース音を押さえます。セブンスコードは薬指でベース音を押さえるパターンと人差し指で制覇して押さえる2パターンを覚えましょう。フライミートゥーザムーンのメロディーを人差し指、中指の2フィンガーで弾いてみましょう。まずは楽譜通り弾いて、慣れてきたら運指のことは気にせずに自分の弾きやすい順番で弾きましょう。次はコードのスライドを覚えましょう。単音のスライドと違い、複数の音を移動させなければいけないので、コードフォームの維持が大切になります。それではソロギターで弾いてみましょう。最初に覚えたコードとメロディーの単音弾きを交互に弾いていきます。後半はストリングヒットとコードスライドも組み合わせて弾いていきます。